ハロー YouTube。 重ね塗りね、重ね塗り、黒の、黒に塗った上から赤色って塗れるのってとこなんだけど、うん、まあ塗れるね。うん、ハレホのね隠蔽力をちょっと信じてね、塗っては見てみてるんですけど、普通に黒の上から、まあ一回塗るだけでも結構乗るんだよね。うん、こんな感じね。でこれ赤塗った上からなんだっけ、メタルレッドか塗る段取りやね。そうでもさ、なんかこう際の上中にさ入ってっちゃうんだよね、塗料がね。どうしたらいいんかな、墨入れの要領でやってってたらいいんかな。あとパレコね、これ中で固まるでね、結構混ぜないかんね。まあ、ただこれまあ乾くの早いでサクサク進むでいいはいいんだけどね。うん、まあサクサク進むとは言ってもこのバッシュちゃんは全然完成しへんねいつ完成すんのこれみたいな。まあ半年以上作っとるけど全然終わらへん。ファイブスターストーリーズの本編並みに終わらんね、終わりが見えんね。なんかもうちょっと綺麗に塗り分けたいとこだけど、もういくらやってもキリがないでこんなもんかみたいなね。今これ何やっとる？メタルレッド塗っとるかこれ。うん、メタルレッド塗っとる？うん。で、あ、これ別のパーツやね。別のパーツも。これまず普通の中から塗ってっとるね。でもさ、この、本体の黒いパーツもさ、前、塗った、縦、のパーツと一緒でさ、プライマーを黒いのにしちゃよかったよなと思うんだよね、これ。グレーのサフで塗ってるから、もう触ってるとまたね、パーツの角がね、チッピングするんだよね。ほんとに。で、チッピングしてさ、剥がれたらさ、またタッチアップでしょ？本当にこれ道具とね、段取りをね、ちゃんと選ばんと、終わらんね。ほんと。なんか他にもファイブスターのキット作りたいなと思ってたけど、だいぶ最初に段取り組まんと、いつまで経っても終わんないや。うん。どうしよう。全部作りたいなと思ってたんだけどね、破滅の人形とかさ。でも最近スターウォーズエピソード9見に行っちゃったからさ、スカイウォーカーの言い訳、もうスターウォーズのキットが作りたくてしょうがなくなってるよねいろいろね、いろいろガンプラとか積んでたんだけどね、もうそっちのけだよね。まあ、そのまあ、次作るにしてもこれ早く終わらしたいよな。あ、やっとるね。メタルレッド塗っとるね。綺麗に塗れてんだか塗れてんだかわからんね。まあ、エアブラシの方が慣れてるかな。エアブラシでもよかったんかなと思うけどね。なんなんかな。やっぱロボット
ロボットキャラクターはヘアブラシで塗った方がいいかね。塗り分け多いもんな。塗り分け多いっていうか、こう凹凸の中に塗ってかないかんのが多いからさ。まあでもね、エアブラシでパレフを塗るとね、ノズルが詰まりやすいから、あれ塗りづらいんだよね。イントリムーバーっていうなんかアイテムがあるんだけど、それでも全然詰まるしね。なんだろう、筆変えた方がいいかな。細かいところ、塗り分けするところはウォーターブラシよりもっといいやつ使ったりかな。ゴッドハンドのさ、筆変えてみたら変わるかもしれないし。まあでももう終わりか、もう終わりだって。さすがにもう完成するよ。だってもう塗り分けこれで終わりだもんね、このパーツだけで。まあバッシュもともと色が少ないからね。ガンダムとかみたいにいろんな色使われてないから、基本的に赤黒ガンメタかでカラーリングされてるで。まあさすがにね。タッチアップを、細かいタッチアップしてトップコート拭いて組み立てて終わり。早く終わりたい。でボークスでなんかペイントコンテストやったけど、持ってきたいなと思いつつも、多分ってか、まず間に合わんよねって。あ、でもね、今日行ってきたんだけどね、ボークスでちょっと遊びに行ってきたんだけど、もうすでにペイントコンテストの作品がいくつか載ってて、展示されてて、めちゃめちゃうまいのばっかだったからね、ちょっと恥ずかしくて持っていけれんよ。恥ずかしくて持っていけれんよね。できたね。こんな感じです。まあこうやって乾かして並べてみると、まあまあ悪くないんじゃないかな。いやー、もうちょっとで完成だ。そしたら今日はここまでです。バイバイ。また見てください。